さあそれでは、はい、ブラック黒崎さん、はい、2人目のチャレンジャーでございますよ。2人目のチャレンジャーとかなんか結構重い感じで入るんですね。まあ言うても僕ね、まあ、唯一の子持ちだ。はい、4ヶ月の子供がいるんで。あーどうもこんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。ねえ、りっちゃん行くよ。りっちゃん見ててね。あれ、あ、いないよ。あ、いなくなって、いない、いない、いたいたね。あいもう一回行く。あれ、あ、いなくなった。あれ、出てくるともう一回、またいないよ。いないよ、いない、いない、いた、いたね。いた、楽しかった。ありがとうございます。ありがとうございました。あの、リツくんの笑顔で言ったら何点ぐらいでしょう。何点だろう。80点。おー、結構いいじゃないですか。結構高い。ありがとうございます。リツちゃん、ありがとう。ちなみにさっきの、ま、前野くんの笑顔は何点ですかね。55点。今だいぶ甘いジャッジだと思うよ。あ、本当ですか。いや、思った以上の高得点でした。いや、リツくん可愛かったです。ありがとうございました。やったぜ。私、ブルー工藤純之介、レッド麦島タスク、ブラック黒崎孝之、イエロー前野友の夢を応援します。我らイケメン40師イケメン40師が視聴者の皆さんから夢を募集。新潟県を縦断しながら夢を叶えるお手伝いをしてきました。2022年、とある夏の一日、たくさんの奇跡が。 BSN 創立70周年夢ファクトリー特別企画、イケメン40師のイケメンレンタルチャレンジ。すいません皆さん、はい、ジャングルジムでかっこいいポーズ決めてるところ申し訳ないんですけど。え、ジャングルだからライオンのポーズだったんで。そういう時間じゃないんです。じゃないですか。え、ここでなんかジャケット撮影とか。ジャケット撮影なんです。なんで勝手に4曲目作ろうとしてるの。4曲目ジャングルジム。ジャングルジム4曲目ジャングルジム。ワクワクジャングルジム。皆さん、今日の目的忘れてます。夢を応援する、叶える。もちろん応援する。次の夢が、はい、ここ柏崎市の竹之内さん、実はですね、その竹之内さんの長女が、はい、長女、はい、夢だった韓国大学の大学院に合格し、韓国に、まあ、旅立つことになったんです。すごい。そこでイケメン40師の皆さんからエールを送っていただきたいと。公園で大事な大事な機会ですけど、いや、あの、これ公園でじゃなくてご自宅に行きます。あ、ご自宅に行くんだ、はい、行くんだ。ちなみに韓国に行くと言いましたけど、はい、その出発日、はい、今日です。公園、家族の大事な時間じゃないですか。今日です。今日で、今日の我々お邪魔しちゃダメですよ。これはもうお母さんからの依頼なんで、はで、その長女の旅立つ子以外はみんな知ってます、来るの。あ、出た出た、ドッキリタイプ。インターホンを押してもらって、その子に出てきてもらうようにするんで、はい、そこまでもう段取りが組んである。おお、その時にその子が、イケメン40師ってなるのか、誰このスパンコール軍団ってなるのかは、それはやばい。皆さん、アイドルとしてはここです。若い方ですか。まあ、留学なんで若い方でしょう。そう、いや、腰抜かさないかは心配ですね。あ、なるほど、輝きにね。そうですね、そのパターンもある。まぶしいっていうパターンもあるかもしれませんよね。この青い子と、青い子、恐ろしい子いますね。自信に満ち溢れて、なかなか怖いですけど。楽しいね。クイーンっていうの、飾り大学。いやだ、もう我々の、え、いいですか。はい、インターホンどこ。あ、中入ります、ね、行きますよ。こんにちは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 。今日が出発ということで、我々応援しに参りました。頑張って。一回閉められたけど。一回閉めたのは。どうしようか。もう一回閉めましょうか。すごい。バラエティーを。こんにちは。こんにちは。誰か分か
かります。あ、イケメンの方々です。突然お邪魔しましたけど、この4人出てきてびっくりしました。なんか、うん、その辺がキラキラして黒、黄色、赤なんか見たことあるシルエットだった。すげえ少しも感じた。透けてる。確かにほら、すごい透けてる。当然もう僕らの大ファンみたいな。ちょっと中の下ぐらいのファン。普通より低いじゃないですか。でも母が好きでね。あ、お母さんが。お母さんと。さあ、改めて、お邪魔させていただきましたけども。いやいや、失礼いたします。お邪魔します。お邪魔しております。じゃあ改めてなんですけども、まずご応募いただいたのは、はい、お母様なんですね。お母様、はいはい、ちょうど日付が21日だっていうのを聞きまして、お見送りのエールと激励を送っていたしていただきたいということで、はい、応募させていただきました。嬉しいですね。すごいね。またなんでこれ留学したいと思ったのか。と大学生の時に韓国に2回かな留学して、そこでものすごく楽しくて、さらにもうちょっと高みを目指そうということで、今度大学院の方に進学する。韓国意識が高い。すごいね。すごい。すごいね。でもこれ、まあ、ご応募いただいたのはお母さんですから、うん、ちょっと推しメンをね、はい、あ、推しメン、だってお母様からの願いはエールを送ってほしいわ。あ、でも そうです。そういうことです。お兄ちゃん選んだ方に最後だ。エール。じゃあお願いします。はい、では発表させていただきます。はい。すごい。改めて。テレビ番組の番組。なんでこのご家族のドラムロール。家族ドラムロール。これ準備してくれ。黒崎さんです。すごい。すごいね。よく目が合うと。ちなみに黒崎さんのなんかいいところ、好きなポイントは聞きたいです。え、なんだろうな、背が高いところと、もう3人外れた、もう心の背が高い、最初に脱落、親に感謝、立たないで帰ろう。背が高いところと筋肉、今の2つ挙げられたらもうグーの音でだよ。グーの音で、はい、どうしようもできない。よかったよかった、調達しますね。ありがとうございます。じゃあ推しメンの黒崎さんからエールをね。あ、もうもちろんです。はい、送っていただきましょうか。カズナさん、はい、アニョハセヨ。アニョハセヨ。日本と韓国の架け橋になっていただきたいと思います。はい、オス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 。もういいですか。そうなるよね。なんかお上手ですね。すごい。駆け足になりそう。ね、そうですよ。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。さあ、それではリツくんを笑わせろ。次のチャレンジャーはイケメン四重士リーダー工藤淳之介さんです。まあ、チャレンジャーっていうか余裕。うん、みんなを笑わせる。もうそのために僕ら活動してますから。うん。今、工藤さんのいらん喋りのせいでリツくんが大変なことになってます。いやいやいや、リツくん会いたかったよ。行きましょうか。はい。あ、かわいいね、リツくん。じゃあリツくんの大好きなお歌を歌うからね。グーチョキパーで、グーチョキパーで、何つく乗ってる、何つくろう。右手はパーで、左手は昔のチョキで、我らイケメン四重士。はい、いつくん、いつくん、イケメン四重士って言ったら、いつくんもイケメン四重士ってやるんだよ。大人になったらね、そうやって人と合わせることも大事だよ。タイムアップです。嘘。え、いつくん、いつくん、いつくん、まあ、お母さんから見た純粋なジャッジで結構でございますけども、ポイント、何ポイントでしょうか。はい、あ、90点です。やったー。お母さんが喜んだ点数が加味されてんのかな、この90点は。お母さん、お母さん、今日も綺麗ですね。はい、ありがとうございます。お母さんも笑顔になりました。あれ、これお母さん点数かな。お母さん、今のでプラス5点で95点でもよろしいですか。はい、やばいな、最低やばいな、はい、95点になりました。どうもありがとうございます。ちょっとなんか、まあまあ疑惑の判定なところもありますけど、はい、まあ、一応90、5点、
なんで、なんで中静香さんも周りのスタッフもなんかちょっと不満そうな顔してるんですかこれ。いやまあまあ全員のおおちょっと滑ってたよなって感じ。いや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 、ちなみに工藤さん、はい、今のところ最高得点です。よし、いいリーダーとして。BSN に帰ってきました。はい、すごい、はい、今戻りました。ありがとうございます。いい風が吹いてます ね、朝4時にここを出て、はい、今4時47分、はい、13時間ぐらい経ってるという。まるまる歩く1周以上してますね。さあここで、はい、平山さんからボートの決めたかった。気になる気になる気になる。ついに本当に教えられてないから発表させていただきます。頑張りましたよね。優勝の声しかありません。ボートの結果6チーム中よし3位でした。え、あ、3位。3位です。え、いや、3位じゃなくて優勝。スタッフの乾いた笑いしか響いてない。絶対ない。3位でした。2位とかは分かる。3位、3位でした。で平山さんから大変楽しかったです。はい、ったありがとうございます。いただいてるわけですか。決闘の話だった。我々は平山さんの夢を叶えるために参加した。大変楽しかったです。夢じゃなかった。一応平山さんにあの推しメンも聞きました。推しメン、これレース終わってもろもろあって推しメンは誰ですか。平山さん、頑張りとも認められて、背の高い人と。背の高い人って何ですか。身長で選ぶ人多いよ。2回目じゃん。待って、結構あの長い間いますけど、黒崎ということは言われないですか。黒崎のくの字も出ず背の高い人。背の高い人ないですよそれ。この3人が大体一緒だから。そうですね。っていうのもあるんですよ。背の高さで判別してるんですか。頑張りようがないっす。というのが以上平山さんからのボートの結果になりました。はい、いやー、まあまあまあ、平山さんありがとうございました。平山さんのためになったね。いいです。よかった、ね。じゃあ今日は本当に、でも我々夢ファクトリーっていう企画で、はい、新潟県民の夢を応援したい、叶えたいっていうので、今日朝ね早い時間から今に至るまで、もちろん移動もあったし、いろんなチャレンジもやったことないこともやって大変ではあったけど、でもそうやって喜んでくださる方もいて、そういう笑顔に会えたから、やってよかったよね今日一生懸命。そうですね、大満足。夢が叶えられたかなと思います。そう、良かったです。この企画本当に皆さんのご協力でできましたし、またイケメン40種としてもそういう新潟に元気を伝えるっていう活動を4人で協力してね、そうですね、やっていきたいっていうのを改めて、はい、本当心に思いが改まったり。そう、はい、そうですね、はい、やってよかったです。青いやつ、あ、僕ですねこれは。はい、近い、はい、明らかに僕です。なんでお前締めようとしてるんだよ。え、いや、アナウンサーってそういう空気感じて締めにかかるんですけど、え、朝4時に出て、はい、なんだかんだ13時間経過して戻ってきたら解散じゃねえんだよ。はい、え、西日差してるし、皆さんこれ締めカット、締めカットじゃねえんだよ。嘘。え、あのな、あなたたち朝一なんて言った、より多くの人の夢を叶えたい。まだまだ叶えられるでしょうが。というわけで次の夢を叶えてほしい人が待ってますんで、なんとどこに行きましょう。ええ、この中です。え、会社の中。会社の中です。行きましょう。我々の社屋ですよ。はい、次の夢をもう待ってるんです。こうなったらもうね。もうこうなったらでも我々やりますよ今日。やりきってください。まあまあまあ、やりますけども。ね。おい。はい。いやでしょ。嫌じゃないですよ。嫌じゃないですよ。嫌じゃないですよ。いや、本当に嫌じゃないです。早く行きましょう。早く。必要ないです。早く。説教しない。入った。夢叶えに来たよ。え、夢叶えに来たよ。こんにちは。イケメン40種です。今回はですね、はい、アイルちゃん、今何年生ですか。中学1年生。中学校1年生のアイルちゃん、エプロンね、してくれる、はい、うん、はい、と、ここで料理を作ってもらいます。出ましたよ、はい、出ましたよ。ワクワク with you、はいはい、あちらのミュージックビデオを見て一緒に料理がしたい。ああ。確かに。ということで今回ご応募いただきました。あ、なるほど、嬉しい。イケメン40種は4人いますけど、はい、推しメンバーがいるんですか。いや、箱推しでもみんな大好き。あ、優しい、鏡のような最高、ね、ありがとう、優しい、ありがとうございます。なので、ぜひアイルちゃんにはこの今から料理一緒に作っていただきますけど、はい、この料理コーナーが終わった後に、まあ、誰か一人ちょっと決めていただこうか。ああ、野菜あろうか。さりげない優しさね。汚いんでダメです。一応じゃあ今回皆さんに作っていただくメニュー発表しますね。野菜と芋のそぼろあんかけを作っていただきます。いやいやいや、ちょっと待ってください。そぼろ作ったことない。その一回も人生で。あんかけ、まあ、一応あの料理の工程をざっくり4つ、
各工程ごとにくじをして選ばれたメンバーとアイドルちゃんで作業します。一人一工程という、一人一工程でしかアピールできませんから。面白いわ。全部重要ですよね。さあそれではまず最初の工程ですね、はいはい、野菜を切って蒸す係。これは難しいよ。いや大事ですね。アイドルちゃん引いてもらいましょう。はい、蒸しそうな。さあ誰だ、開いて。誰だろう、誰だ、カメラに見せて、はい、おー前田さん、ありがとうございます。あゆちゃん、まずはブロッコリーを切ります。どうやってそうだよね、そうだね、教えてあげて、教えてあげて。ブロッコリーね、とりあえず半分、半分半分豪快に、豪快に、はい、縦に、はい、気をつけて、あゆちゃん、左利きなんだ。そうです、気をつけて。よし、大丈夫。結構思ったより硬いんじゃない。ブロッコリー硬い、ね、硬いか、そこの力でやった方がいいんじゃない。オッケー、ここからはお任せください。はい、よし、じゃあ多分これ今、せっかくアリちゃんが入れたアリちゃんが入れた。あー、アリちゃんごめん。じゃあこのアリちゃんが取ったところにしっかりと、よし、これでもう一つできましたんで。いやいやいや、完成じゃなくていいって。完成品だったんですか。でもいい取り方だ。目ちゃんと取らないといけないですね。チリかっこいい、皮むきうまいですよ、皮むきし、あー、そうか。これが合ってるかはわからないんだけど。あ、でもいや、でもいいと思います。バッチリ、おバッチリ、食べやすい大きさ、おいい、バッチリ、お素晴らしい、素晴らしい野菜が、あとは蒸してください。して蒸す、おー、蒸し器があるんだ。あ、なるほど、ちゃんとあるんだ、はい、なるほど、この蒸し器に、え、手で入れるんですか。いや、どうぞ。アイルちゃんに入れさせんの。やっぱこれはアイルちゃんが作るからこそ美味しくなるという。私がだけじゃん。蓋取っただけよ、今いいようにって。頑張れ、頑張って入れるの。さあ、というわけで、じゃあ工程1、野菜を切って蒸す、終了でございます。これが終了。じゃあ次の工程です。アイルちゃん、ごめん、どんどん行こう。どんどん行きます。ひき肉を炒めるです。ひき肉を炒める。アイルちゃん、引いて。これはい、誰、ひき肉を炒めるのは。大丈夫、大丈夫、大丈夫よ、全部受け止めるから。尾行を広げた方が笑うかな。あ、みんなに渡したらなくなる。小さな心のように